先生、ほら、これ差し入れ。セムラでーす。え？どうやって手に入れたのかって？違う違う。セムラって言ってもフレデリカセムラじゃないから。普通のセムラ。まあ、時期的にあんま売ってないから、レア物には違いないんだけどね。ほら、今日はロックの日じゃん？シュガーラッシュのことを思い出して、つい探して買ってきちゃった。あの時の映像でも見ながら一緒に食べない？暑いけど。先生、お疲れ様です。